速稼塾の久保です。ちょっと前になんですけどもね、トップバズっていうアプリがすごく人気が出て、すごくね、儲かるっていう触れ込みだったんですよ。トップバズで動画を作らずに儲けるみたいなね。簡単にトップバズってのはどういうアプリかって紹介しますと、トップバズっていうアプリはいろんな人気の動画をトップバズにまとめるんですよね。動画まとめサイトみたいな感じです。で、自分が作ったわけでもない人の動画を引っこ抜いてきて、その動画によってアクセスを集めて、で、その中の広告がクリックされて、報酬がそのトップバズのアカウントを作った人に入るという仕組みなんですよね。これはね、トップバズで儲ける方法みたいな感じで、ずいぶんね、商材も出てましたし、私はね、こういう商材には関わらなかったんですけども、非常に危険だなと思ったのは、このトップバズという会社は、TikTok と同じバイトダンスっていうところがね、親会社なんですよ。ですんで、情報が抜かれたりとかね、不正に使われたりとか、余計な商品が届いたりとか、こういった被害が出るんではないかなっていうことを懸念して、私はこういったものをやりませんでしたし、まさにね、商材を作って売るなんて、こんなね、無責任なことはできないなと思ったんですよ。大体商材を作る方っていうのは、そういったことに詳しくないと言いますかね。ちょっと自分が儲けたからといって、その儲けたね、1万円2万円儲けたことを30万50万の商材だと言って、売り抜けていくわけなんですよ。要するに、そのトップバズで儲けた金額は少ないのにたくさん儲かりますよみたいなね、こう極端な宣伝喧伝をすることによって、実はアフィリエイト報酬はちっちゃいんで、このコンサル報酬というね、何がコンサルか分かりませんけどね、そんなインチキコンサル報酬をね、もらって、結局責任も取らずに去っていくって形なんですよ。でも今ね、そのトップバズで、じゃあ、儲かってる人がいるかっていうと、これはね、いるんですけども、さあ、触れ込みのようには儲かってないわけですよ。さらにね、トップバズをやったおかげで、だいぶ泣いてる人もいるみたいなんですよね。いろんな意味でね。というのが、トップバズというアプリが今後禁止されるかもしれないってことにもなってきたりとか、やっぱりね、TikTok っていうのも今使われてますけども、もう今月の20日からだったかな、アメリカの方ではもう利用が禁止になりますし、これちょっと間違いかもしれませんけど、すいません。でも利用禁止になるのはちょっとね、近日中なんですよ。そうなると、バイトダンスのアプリっていうのは全面的に禁止になる恐れがあると。それに合わせるように、他の同盟国でも同じようなアプリを使うのはやめようかなってことになってくると、もう完全にね、これ中国のインターネット市場と中国以外の世界のインターネット市場とかデバイド分かれてくるような形になりますよね。で、中国っていうのはもともと Google も排除しましたし、Facebook も入れなかったわけなんですよ。で、そういった形で中国のいろんなね、アプリとかを制限するっていう流れが、報復措置として、そして真っ当な防衛措置として行われる可能性も高いです。ただね、やっぱりお金に困ってる人とか、ビジネスと称して適当なことをやる人っていうのは、このトップバズっていうのにね、飛びつく可能性は非常に高いんで、私は危惧してるわけなんですよ。もちろんね、TikTok やそのトップバズを、バズビデオとかはね、利用するのがそんなに悪いかっていうと、それは判断の分かれるところなんですけども、私は利用しないっていうだけなんですよ。ただ私がなんで利用しないかっていうと、こういうふうな自分の情報が不正に使われる可能性が非常に高いんですよ。それに比べて、月収で1万とか2万しか稼げないトップバズとかね、バズビデオとかっていうのを利用するのは割に合わないかなっていうふうに考えています。もちろんこれいろんな考え方がありますんで、私はそう考えてるってだけで、この考えをこの視聴者さんにね、押し付けてるつもりはありません。自由にやればいいと思います。ただ私としては、人に提供する限り、最も信頼できるのは Google から始まる YouTube なのかなと思いますので、 YouTube 一点張りでいこうかなと今後も思ってますけどね。で、Facebook ライブもいいんですけどね、Facebook ライブは動画の質がちょっと悪いのと、手間がかかるんですよね、YouTube にアップロードするのに。そういう意味を込めて、タグにもなるし、アクセスにもなるし、使いやすいしっていう、三十区ではなくて三十楽ですね。それを基幹にして、YouTube っていうのを今後ね、展開していこうかと思います。でもね、トップバズに私の動画が使われると、勝手に使うなっていうよりもちょっと嬉しいですよね。そういったこともありますんで、今後もね、トップバズに、トップバズをご利用の方はね、私の動画ちょっと採用していただければと思います。というふうな矛盾大きい放送でございました。では、ありがとうございました。トップバズはでもね、ちょっと危険かなと思いますね。